どうもこん,にちはこんばんはチャンネル登録者数1万人を目指す朗読チャンネルを運営している一万です、えー、本日もこのコーナーでは今日朗読していく作品を紹介していきたいと思いますまた本編からご覧になりたい方は概要欄からスキップできますのでそちらをご利用くださいまたこちら朗読動画となっております必ずしも画面を見ていただく必要はありません音声コンテンツとして利用されたい方は画面を見ずにお楽しみください さて本日朗読していきますのは小坂井不博作恐ろしき贈り物です小坂井不博はですね1890年生まれ1929年没の日本の医学者翻訳家推理作家ですね探偵小説推理小説数多く書いているんですけれども小坂井不博が自分の作品を表した言葉というのがありまして えー、自分の作品が一部の人々に不快な感じを与えるのは取り扱い方があまりに冷たいからでこれ人物のですね人物の取り扱い方があまりに冷たいからで科学的なものの見方に訓練された結果作中の人物に同情が持てないからだと語っているっていうところがあるようなんですね。こう作者とししてて動かいるみたいな 感覚なのかなっていう風に想像しておりましてでこのお話はその冷たい部分があるからこその迫力っていうのが生かされている作品じゃないかなと思っておりますえそういうところも楽しんでいただけたらなと思っておりますそれでは改めまして本日朗読していくのは小坂井不木作恐ろしき贈り物ですそれでは本編をどうぞ 小恐ろしき贈り物一、ニューヨーク市西第70街にあるアパートメントにグレース・ウォーカーという40前後の女が住んでいた表向きは極めて静かな生活をしていたけれど警察はかねてから彼女に目をつけていた というのは彼女は一口に言えば待合のようなものを営んで多くの両家の子女に恥ずかしい行為を勧めていたからであるところがある時ヴァイオレット・リオナードという15歳になる女を取り持っていた時警察に踏み込まれて少女はある監下院に送られ彼女も降院されて相当の処罰を受けた 放免されてのち彼女は以前の住家に近いあるアパートメントを借りてやはり前同様の後ろ暗い仕事を始めていたある日のこと彼女が友達の訪問を受けていろいろの世間話をして教授会っているとちょうどそこへ郵便が来て1個の小包が届いた見ると 表面には彼女の宛名がタイプライターで書かれてあったが差出人の名はどこにも書いてなかったそれは白い紙で包まれた長方形の箱で赤いひもでわえてあったからどう見ても一ポンド入りの菓子箱としか思われなかったおかしでないかしらそれにしてはちと重すぎるようだが。 彼女は友達に向かって尋ねるように言ったきっとおかしいよまあ開けてごらんなさい名刺が中に入れてあるに違いないからウォーカーは友達の言うままに後期の念に駆られながら赤いひもをとき白い紙を開くと果たして貸箱が出たのでやがてその蓋を開いたとその時 ドーンという音がしたかと思うとウォーカーはあっという間もなく血まみれになって即座に絶命した彼女の頭はほとんど胴体からもぎなされ箱の中から雨のように飛び出してきた鉛や鉄の弾丸によって心臓も肺もめちゃくちゃにつぶされてしまった 座していたた。ウォーカーカの友達は不思議にも災難を免れた彼女はただ頭部に軽傷を負っただけで一時は腰を抜かさんばかりに驚いてぼんやりしていたがやがて気を取り直して警察に急を放うずると警察からは時を移さずブレスナンという探偵が警察医と2人の部下を従えてやってきた死体の横たわっている部屋は 目も当てられぬ惨状を呈していた窓ガラス姿見鏡壁板額その他の器具は粉みじんに砕かれてその間に血に濡れた肉片が散乱していた死体検査が済んで死体を署へ運ばしめてから部下の者は捜査の手順として 壊れた家具の組み立てに取りかかったがそればかりに一昼夜を用意したほどであった一方探偵ブレスナンは問題の箱を検査したその箱も大部分壊れてしまっていたがその中には小さな電池銅線火薬弾丸を詰めたガス管があって箱の蓋を開くなり電流が通じて火花を発し 火薬に燃え移るという仕掛けであることが分かったこれらの物品の多くはいずれもこれという特徴を持っていなかったがただ一つの創作の手がかりとなるものは箱の包み紙であったというのはその上にウォーカーの宛名が書かれてあったからであるタイプライターで書かれた文字はちょっと考えると 筆跡とは違って手がかりになりそうにもないがその実タイプライターにもそれぞれ個性があってある場合には筆跡よりも確かな鑑別を行うことができるのであることにこの包み紙に書かれた文字は素人目にもその特徴がありありと分かったすなわち「r」と「a」の字の形に著しい変態が見られたのである 一通りの検査をしまった探偵は直ちにアンダーウッドタイプライター商会の支配人アレンを訪ねて携えていった包み紙の文字を鑑定してもらったアレンは拡大鏡を取り出して精密に調べ終わった後、探偵に向かって行ったこの R の字の垂直線は実に特殊なものでしておそらく600万の中に1個しかありますまい ですからこれと同じ特徴を持ったタイプライターをお探しになればこの宛名はそのタイプライターで書かれたものと断言して差し支えありませんそれからこのタイプライターの製造元ですが数字の形が普通のと違いますから調べてみたらじきにわかるだろうと思います今この場で申し上げることはできませんが明日の昼までに必ず尋ねておきましょう果たして 翌日アレンはその製造元がエリオット・フィッシャー会社であることを探偵に告げたので探偵はその足で同会社を訪ねると同じような機械は350台作られたきりであってしかもニューヨーク市内だけの主として書簡賞に売られたことが分かったそこで彼はそのタイプライターを持っている役所を歴訪して R と A の字の字特徴を調べることにしたが、それは決して容易なことではなかった所管省に公に紹介して返事を取れば最も手早く捜査が進むわけではあるがそうすれば同時に犯人に警告を与えることになるからやむを得ず探偵は秘密裏に根気よく活動することに決めたのである一方において警察はまた別の方面から捜査の方を進めた それはすなわち、犯罪のの動機に関係したものである。ウォーカーを殺そうとするのはウォーカーに恨みを抱いていたものでなくてはならないウォーカーは両家の師匠を誘惑し堕落せしめたのであるからその女たちの不敬が復讐的にそうした行為に出たのかもしれないあるいはまた女に振られた男が失望のあまりしでかしたことであるかもしれない よって警察はウォーカーの家に出入りした男女の取り調べにかかったのであるタイプライターの捜索も待合に出入りした男女の調査も何一つ犯罪の手がかりをもたらさなかった矢先、ニューヨーク裁判所の判事ロザルスキー氏のもとへ突如として第二の恐ろしい贈り物が届いたのである2 ハンジロザルスキーは名判願の評判を取った人であった常習性犯罪者に対して彼はいつも思い切って過酷な判決を与えたから盗賊たちは彼を非常に恐れかつ憎んでいたちょうどそのころイタリア人からなる黒手組の裁判が行われて新聞をにぎわしていた時であって彼のもとへは一日何通となく脅迫状が舞い込んだのであった それらの脅迫状はいずれもまずい文章で書かれてあったが文章の構造から差出人はイタリア人であることが想像されたそして中には「用心せよ爆裂弾を見舞うぞ」というような文句の書かれたものさえあったそれにもかかわらず彼は黒手組に対して重刑を申し渡したある晩 彼が裁判所からリバーサイドドライブの自宅に帰ると留守中に1個の小包が届いていたそれは貸箱か葉巻たバコの箱かと思われるくらいの大きさで白い紙で包まれ赤い紐がかけてあったから彼は何気なしにそれを開いてみようと思って取り上げたが意外に重かったのでこれはと思って下に置くと同時に。 先日来の脅迫状のことを連想したのである直ちに警察に電話をかけて異彩を告げると探偵エガンは時を移さず駆けつけたこのエガンという探偵は今まで爆発物をたびたび取り扱ってきたが一度も怪我をしなかったのでいかにも自信ありげにその小包を手に取ってまずその紐を解き包み紙をのぞくと 中から菓子箱が出てきた。しかし重さが菓子に似合わないので彼は極めて注意深く徐々に蓋を開けかけた彼がわずかに一部か一部五輪開けた時ドーンという音がして笑顔は壁の方に突き飛ばされ判事は地面に腹ばいになったが幸いにして エガンが右手をもぎ取られただけで2人とも命には別状なかった三段は四方に飛んでガラスやその他の家具を破壊したこのことあって以来エガンは手に包帯したまま出勤していたが精神的に打撃を受けたためかまるで別人のようになりほどなく勤務中に頓死した判事ロザルスキーに送られた小包は ウォーカーカに送られたものと全く同じであった銅線もガス管も寸分違わないばかりか紙の上に書かれたタイプライターの文字にも前に書いた特徴が立派に表れていたから犯人は正しく同一人であると推定されたしかしながら警察はそれ以上の手がかりをつかむことができなかったブレスナン探偵はそれまでに エリオット・フィッシャー会社製のタイプライター200個を調べ上げていたが求むる機械に出会わなかったまだ後に調べべき150個が残されてあってその中に犯人の使用したのがあるはずであるけれどその取り調べは一朝一夕の仕事ではなかった一方ウォーカーの家に出入りした男女の捜索も何らの巧妙をもたらさなかった 第二の犯罪によって捜索の範囲をイタリア人たちの方へ広げねばならなくなったが果たしてそれがイタリアの犯罪者の仕業であろうかもしそうとすれば犯人はウォーカーとどういう関係があるであろうかウォーカーの家に出入りした者の,の中にイタリア人はなかったここに至って警察は日っちもサ知もできぬ羽目に陥ってしまったのである あるいは誰かの単なるいたずらかもしれないがいたずらとしてもウォーカーや判事が特に選ばれたのはどういうわけであろうかこの第2回の犯罪はニューヨーク全市を騒がせた新聞は一斉に警察の無能を攻撃したある新聞はエドガー・アラン・ポーの探偵小説「マリー・ロージェー事件」を引用して ううのののような推理の力の発達しかし警察では何と言われてもどうすることもできなかった実際の探偵は推理の力ばかりで行われるものではないのである事実の経過とともにこの爆弾事件もおいおい忘れられかけてきたするとある日 人々の記憶を呼び覚まさせようと思ったかのようにこの不思議な犯人はさらに見たびその恐ろしい魔の手を伸ばしたのである3ブロンクス区フルトン街にあるアパートメントの管理人をしているヘララというキューバ人が住んでいた家族は夫人とその妹と 夜ののジョン・オファレルとという老人との人四暮らしであった。ある晩老人オファレルが家に入ろうとしたとたん何かにつまずいて倒れかけようとしたのでよく見ると足元に赤い紐ででわえた白い紙包みがあった彼は不思議に思って拾い上げながら中に入ると客室にはヘララ夫婦と妹とが ししそうに話し合っていだれやらこんな貸箱を入り口に置いていきましたよ。おおかたあなたに送ってきたのでしょう。こう言って老人はこれを夫人に渡した。まああジョンさん。と妹は言った。うまいことを言うのね。あなたご自身で買ってきたのでしょう。しかし姉さんにはれっきとした夫があるのよ。 ななぜ私にくださらないのこれを聞いた夫婦は大声を出して笑った老人はすこぶる面食らったが「ハッハハこれは困った」と言いながら自分の居間へ去ろうとした「本当は私にくれたのよねジョン」と妹は話しかけた「本当にそうなのジョンさん」と 夫人も老人に向かって訪ねたがもうその時老人は部屋の外に出ていた夫人はそれから妹に向かって冗談を言いながら赤いひもを解くと果たして中から菓し箱が現れた「お菓しは分けてあげるからおとなしくしていらっしゃい」こう言って夫人はふたを開けた。 その瞬間箱は異常な音響を発して夫人の体は見る影もなく破壊されたヘララは直ちに右目を失ったが傷ついた左目も数日後潰れてしまった妹はところどころに火傷やけどや損傷を受けたが命には別条なく老人オファレルは その時その部屋にいなかったので災難を免れた急報によって駆けつけた警官は現場を調べ事情を聞き取った後犯人は正しく前2回と同一人であることを推定したしかし今回は郵便で来たのではなく老人が直接に持ってきたのでありかつ老人自身は都合よく災いを免れたのであるから警官は 当然老人は怪しいとにらんでその場から警察に降印したのであるオファレルは正直な男であって生まれてから一度も警察の空気に接したことがなかったため尋問の際すこぶるどぎまぎした彼は爆弾の箱が入り口に置かれてあっただけで誰がいつ持ってきたのか少しも知らないと言ったが警察の方では 彼が手に持って入ってて入きた,のであるからたとえ彼自身が犯人でないとしても少なくとも犯人と何かの関係がなくてはならぬとだんだん問い詰めていくとついにオファレルは「恐れ入りました」と白状したではどういうわけでヘララ一家を殺そうとしたのかと警官が尋ねた。 存じません。ではウォーカーとはどういう関係があるかウォーカーという男は知りませんウォーカーは女だなおさら存じませんロザルスキー判事を知っているか聞いたこともありません 何を聞いても老人は知らぬ存ぜぬと言ったどこで火薬を求めたかどうして爆弾を作ったか使用したタイプライターがどこにあるかということなど何一つ彼は返答することができなかった「それではなぜ白状したか」老人は悲しそうな顔をしてしばらく黙っていたがやがて言った。 でも白状せよとの仰せでしたからかくて老人の白杖もこの事件の謎を解く鍵とはならず事件はまたもや迷宮に入ったオファレルが犯人でないことは明らかとなったがしからば以上3回の犯罪を行った本人は誰であるかかような恐ろしい犯罪者が 今もシチューを横行かっ歩しているかと思うと警察も焦燥せずにはいられなかった天津さえ新聞は再び警察を攻撃したので警察や探偵たちは躍起となって活動したが犯罪の動機がよくわからないために全く暗中模索のありさまであったヘララ一家の者のには別に他人から恨みを受けるような事情がなかった 問題の日にヘララのアパートメントに出入りした人々の詮索に取りかかってもこれという怪しい人物は見当たらなかった犯人が手図から小包を運んだのに違いないからあるいは犯人はその付近に住むものであるかもしれぬという考えのもとに捜査を行っても結果はネガティブであった犯罪事件が迷宮に入ると警察は たくさんの匿名の手紙を受け取るのが常であって時には犯人自身が匿名の手紙を出して警察を迷わすようなことがあるが今回集まった手紙の中に例のタイプライターで書かれたものは一つもなくまた素人たちの探偵的暗示にも何一つ的を得たものはなかったするとヘララ事件があってからちょうど一週間目に警察は さらに第四の事件に接したのであるある日ブロンクスク探偵局の主任プライスがヘララ事件について部下の探偵たちと教主協議していると捜査に出ていた一人の部下が慌ただしく駆け込んできた「探偵長また爆弾事件がありました」おうどこに ちょうどヘララ事件があった同じ町ですえヘララのアパートメントから半丁ばかり南のクロッツという人の家ですうん昨晩何でもヘンリーという一人息子が大変な怪我をしてフォーダム病院へ運ばれていったということでしたから隣の人たちに爆発の音を聞いたかと尋ねましたが何も聞かないということでしたけれど念のために病院へ立ち寄って調べてみますと ちょうど手術を終わったところだと言ってその外科医が会ってくれましたどんな様子だったね医者の話によりますと患者は右腕を失って右の胸に大きな穴ができていたそうで傷の中から鉛や鉄の弾丸が出たといいますやっぱり貸し箱を受け取ったのだろうねいえ家族のものはただ過失だと言ったそうです かんはどんな男か、ね、父親と一緒に区役所に勤めて製図をやっているそうですが父親はもう50年も勤め息子も17年から通っているそうです人嫌いな臆病なたちでいつも家の中に引きこもってあまり外出もしないおとなしい男だそうですそうかとにかくその家を調べてこようプライス探偵は 2人の部下とともにフルトン街へ来た。クロッツ家をなうと女中が出てきて「皆さんが留守ですから」と言って拒絶したが警察からだと聞いてやむなくプライスたちの自由に任せた「ヘンリーさんは昨晩どうして怪我をしたのかね?と」と探偵は室内の女中に尋ねた何でも薬品が爆発したそうで。 旦那様と奥様で1時間ばかり手当てをなさいましたがどうしても血が止まらぬので病人運搬車を呼びましたヘンリーの居間はやはりさんたんたる光景を呈していた家具は大方壊れ壁には大きな穴が開いていたそれにもかかわらず隣の人たちが爆発の音を聞かなかったのは不思議であった 器物の破片の中に混じって数種の薬品を入れた瓶が無事に横たわっていた見るとそれにはいずれも火薬製造に用いる薬品が入っていてなおそのそばには銅線の玉や包装に用いる白い紙や短く切られたガス管があった最後にプライスは 机の上にあったタイプライターで書かれた書類を取り上げた一目見るなり彼は部下を顧みていった悪魔はとうとう自分を滅ぼしたよプライスは時を移さず病院を訪ね主治医に事情を話してヘンリーを尋問したヘンリーは 細長い顔をした薄い唇を持った男で女のような優しい声を出した彼は非常に衰弱していたが探偵の質問に対して無縁火薬の発明に取り掛かっていたのだと説明した彼はウォーカーおよびロザルスキーに送られた爆弾については何も知らぬときっぱり答えたガス管の切ったのは何にするつもりですか 探偵は尋ねた。あれは黒虎公園で拾って持ち帰ったのです小さく切ったのは薬品を詰めて田舎へ行って無塩火薬の実験をするつもりでした探偵はひとまず尋問を打ち切って探偵局に帰ると同時に区役所に人を走らせてヘンリーの事務室のタイプライターを調べさせると。 果たしてそれはブレスナン探偵が長い間探し求めていたものであったここまで分かった時警察では数年前のクレチュカ事件とヘンリーとを結びつけたそれはブルックリンのジョン・クレチュカという男が差出人不明の贈り物をもらい同じように負傷した事件である爆発力は今回のほど強くはなかったが クレチカは重傷を負った。その当時警察ではクレチカと喧嘩した男を犯人として逮捕したが証拠不十分でその男は放免されたそこで今回クレチカを呼び寄せて聞いてみると果たしてヘンリーとも喧嘩したことのあることを思い出したクレチカもやはりヘンリーと同じ製図部に勤めていたが あの虫も殺さぬような顔をしているヘンリーの仕業とは夢にも思わなかったと語ったこうしてヘンリーに対する証拠はだんだん集まってきたそこで探偵はさらに一歩を進めてヘンリーとウォーカーとの関係を調べたその結果ヘンリーはウォーカーの家にしばしば出入りしたことがわかりかつ ヘンリーは臆病どころか随分大胆な常軌を逸したことをするので「ル氏のヘンリー」とあだ名されていることさえも分かったなおよく調べてみると彼は前に書いた15歳の少女バイオレットとなじみであって彼女が看会院へ送られたと聞いて大いに怒ってそれをウォーカーが2人の仲を割く口実だと曲解し ウォーカーを罵ったことが分かったのであるこれによってウォーカーへ爆弾を送った動機が知れたよってプライスはウォーカーの家の者のを連れてきてヘンリーを見せると果たして着印のヘンリーだと言ったそれにもかかわらずヘンリーは頑固に知らぬ知らぬを繰り返していたのでプライスはまたの機会を待たねばならなかった しかしその機会は間もなくやってきたはじめ医師はヘンリーに向かって回復の望みのあるように告げたがだんだん容態が悪くなったのでもう数時間しか持たないと宣告するとヘンリーは初めて覚悟したらしくヘンリーは初めて覚悟したらしく探偵プライスを病床に招いたウォーカーのところへ爆弾を送ったのは 君ですねと探偵は尋ねたはあウォーカーと女のことで喧嘩したからですかはあロザルスキー判事へ送ったのも君ですかはあなぜ送ったのです わかりません。新聞を読んで判事の態度が尺に触ったのですかはあヘララ家へ爆弾を持って行ったのも君ですかはあなぜそんなことをしたのですか知りませんヘララ一家とどういう関係があるのですか 何にもないですヘララという人を見たこともありませんけれどわざわざあの人の家を選んだのはどういうわけですかただ試してみたのですどこでもよかったのです偶然それがヘララさんの家だったのです 2時間の後、ヘンリーは最後の息を引き取った「以上が千年ニューヨーク市を騒がせた不思議な爆弾事件の顛末である」「こうした事件では科学もあまり役に立たないのである」「ことに動機のはっきりしていない犯罪事件では探偵は非常な困難を経験しなければならない」 もし神がその審判の土を打ち下さなかったならばヘンリーは第4第5の犯罪を重ねたかもしれない。かくて「神は殺人のような大罪を見捨てておかぬ」といった英文号「チョーサー」の言は科学探偵の時代にも立派に通用することがわかる。